まだビビるのは早いです。ちょっとこれ聞いて。大丈夫、俺に任せろ。お金にクレッシェンド。はい、今日は音楽家に最大150万円の文化庁の補助金のお話なんですが、今回はもらった補助金はどこに書くんですか、確定申告ね、という話をしていきたいと思います。本日のお話こうなってます。文化庁からの補助金ね、今回ありますね。そう、これお金入ってきますね。そして持続化給付金ね、もうもらった方もたくさんいらっしゃると思います。これ収入に入るとかなんか聞いたんですけど、確定申告の時、え、ちょっとすいません、どこにどうやって書くんですかという質問がやっぱこの時期もう本当にすごい増えておりますね。あなた、ありがとうございますね。今回お答えしますよというお話ですね。まあこのお話をしていきたいと思います。はい、というわけでね、まあ初めにこのお案内しますので、これを見慣れちゃってる人は1分ぐらいスパンと飛ばしてください。はい、この動画のパワーポイントのレジュメ PDF っていうのがございまして、これをですね、この下の方に音楽の LINE アットっていうのがございまして、ここのところピッとねリンクを押していただいて、クリックしていただいて LINE アットの方に入っていただいて、そこでクリさんレジュメをくれよと、もしくはレジュメが入っている Google ドライブのリンクを押してくれよと言っていただければ、これお送りします。そして今のところにはなりますけども、LINE アットで質問とか相談ができまして、でこれにですね、俺が直接今のところお答えしております。ちょっといつまで続くか分かりません。文化庁がちょっと落ち着いたら、選んでね、お答えになるかもしれませんけども、今のところ、直接お答えしてますので、まあちょっとですね、未読が多くて一人で対応してるもんですから、大変お待たせしてますが、いいのよって、待ってもよくってよって、栗さん、っていう方は、ぜひ、どしどしお寄せください。というわけで本編入っていきたいと思います。こちらですね。まあ今ね、この文化庁の補助金っていうのは、まあ、どこに書くんだという話を今日していくわけですけれども、大前提としまして、まあね、繰り返しになりますが、文化庁の補助金とか、それから持続化給付金とか、あと今だったら家賃のやつ、あれとかも、確定申告で収入になりますということです。で、ここまではなんとなく知ってる方も多いし、もちろん知らなかったわーって方もね、いらっしゃると思うんですけれども、じゃあ、これを確定申告に、もうほら、だって今12月じゃん。ね。だからあとさ、もうさ、あ、すぐだよ、すぐ。1月、2月とかで、あと2ヶ月、3ヶ月すると、あのシーズンがやってくるんだよね。というわけで、この、おそらくこの心配相談が増えてるんだと思います。今日お答えします。ね。サクッと今日お答えしますので、はい。ちなみに、文化庁の補助金とか持続化給付金とかっていうのは確定申告で収入になるんですけど、例えば、あの、10万円のやつあったじゃない。特別定額給付金とか、皆さんどうぞーってやつ、あれは課税されないです。で、他にもいろ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 あったと思うので、これに関しては、ちょっとね、多すぎて俺、フォローできないんで、念のため、その、もらった先、都道府県とか市町村とか、まあ、何町とかね、何省だったりするかもしれない。ここに問い合わせてみてください。代表的なこの辺です。ね。というわけで、こんな感じで今日進めていきますので、確定申告どうするかという話で、今日ね、4つに分けてます。4つに分けてます。青色申告、白色申告、雑所得、給与所得というふうになってます。まずは青色申告からいってみましょう。こちらと。青色申告はここに計上しようということで、青色申告の方っていうのは青色の決算書ってあるんですね。これをちょっとピックアップしてます。これ1枚目の左の上になるんですけど、ここに、損益計算書の左上に売上確保収入金額っていうのが書いてあります。ここに1行書いてありますので、ここの中にまあ入れるということなんですけども、この2枚目の方ですね、2枚目の左上に月別売上確保収入金額および仕入れ金額って書いてある、この売上の方です。ここに1月から12月まであるんですけど、ここのところに書いてるよって方は、ここのところに足しといてください。このどっかのタイミングに100万ポンって足しとくとかってことです。だから、もし7月に100万円もらった方は、7月の売上が仮にですよ、30万円だとしたら、ここに100万と30万足して130万って書くってことになりますね。そうすると、まあまあまあ言ったら、この合計額がここに転記されるわけですから、この中にも100万円は自動的に入ってくるということになります。OK でしょうか。青色申告の方、以上でございました。次、白色申告の方。白色申告の方というのは、青色の決算書と同じような感じで、収支内訳書ってのがありますよね、お嬢さん。はい、あれです、あれです、あれです。あれも同じように、1枚目の左上の方に、ここに、まあ、売上収入金額ってあるんですけど、収支内訳書の方は、この、先に見ると2枚目の、この左上なんですけど、ここがちょっと、
まあざっくりとした点になってるので、こっちが4行なんですけど、この中の一番の売上収入金額というところに書いておいていただいていいと思います。で、3番のところにその他の収入ってあるんで、ここに、まあ、書こうかなって方もいらっしゃるかも。どっちでもいいんですよ。税金計算としては税額が正しければ OK ですから。ただ、あれ、事業収入として考えた方が俺はいいかなと思うので、丸一の方に入れておいていただいた方が俺はいい気がします。何かと。はい。この何かとっていうところ話すと長くなるので、また機会があったり、それから何何気になる気になるって言ってくれたら、またどっかでお話しするかもしれません。2枚目の方、ここですね。売上の明細があるんですけど、ここに売上先名、所在地、売上とか書いてあるんで、ここのところに4行ありますけれども、ここにまあもし余裕があれば、行に余裕があれば、そこに持続化給付金とか書いてもいいかと思いますし、まあここはですね、音楽の収入書いた方がいいと思いますから、ここの4行が埋まっちゃった人は、この上記以外の売上先の家っていうのありますから、いわゆるその他のところですね、ここのところに100万円をボンと足しといていただければいいかと思います。青色の時と同じで、ここの合計額がここに、 ここの赤の合計額がその下のここにね、合計経ってところに入りますから、ここがこっちの、ね、1枚目の方に転記するっていうシステムになってますので、まあ書いたことある人はわかるかと思いますが、書いたことない方はこれを見ながらね、ごめんね、ちょっと電車の中で見てる人がわかんないね、レジュメ見るなり、なんかうまいことこう見てみてください。家でパソコンで大画面で見るとかね、ね、よろしくお願いします。はい、というわけで3番目、雑所得の人はこんな風になってます。雑所得の人っていうのは、さっきみたいにこう計算をする紙がないわけですね。損益計算書とか収支内訳書ないので、確定申告書、これ1枚目っていうか第1票なんですけど、こっちがですね、第2票の、まあ、ごく一部をね切り出した形になります。左の真ん中ちょい下ぐらいかな、そこのところに雑所得に関する事項っていうのところありますから、あの雑所得の人、あそこか、あそこかって、あそこに所得の種類って書いてある。ここにだから雑って書いて、で、まあ、生ずる場所、まあ、いろいろですね。で、ここに収入金額を、雑所得の場合、ここに収入金額書いて、その右横に経費等って書いて、で、その右横に差し引き金額書くわけです。だから、ここの収入のところに1行ギュッて書くと思いますので、まあ、音楽の演奏とか、あとお教室の収入が仮にここに、じゃあ、まあ、200万円あるとしたら、そこに持続化給付金100万円もらったのだら100万円ポンって足す。文化庁の補助金150万円もらったのと150万円ポンって足すと、こういう風になります。ここに足すってことになりますね。で、まあちなみにこの確定申告書の第1票の方には雑所得の収入金額書くとこありますから、ここに書くことになりますし、まあこの辺で反映された差し引き金額、所得ですね、まあこの辺にね、所得の方に、雑所得の方に入るということになります。こんな風になってますね。まあここまで青色、白色、雑所得に関しては、まあ、収入に足すんだということで、割とシンプルかなと思います。書く場所はあそこねって、場所が分かんなかったら多かったじゃないですか。なんかあそこに書いておいてください。さて、ちょっと毛色が違う、そして、ちょっとびっくりっていうのがこちらになります。給与所得の人いるんですね、今回ね。どういう人かっていうと、あそこの某、ね、有名会社の音楽教室の先生で、給与でもらってた方いらっしゃいましたね。最初の頃給与じゃもらえないって思ってて、へーとか思ってたら、途中から雑所得と給与所得が OK になったんで、よかったぜって思ったあなたですよね。あの方、給与所得だけの方いらっしゃいますよね。この方確定申告してないはずです。で、この人は持続化給付金をもらった場合どうなるのかっていうとですね、これね、一時所得っていうのがあるんですよ。まあ、聞いた、なかなかちょっとね、有名じゃないんで、一時所得っていうのが実はあるんですけれども、この一時所得っていうのになるはずです。なるはずですか、なります。はい。なので、もう確定申告が必要な人もいます。ちょっとこれね、今日本当にサラサラっと話す番なんで、ここに関してはもうちょっと人によって、本当に、所得の内容によって変わってくるんで、何とも一言では言えないんですけど、まあ、確定申告が必要になる人もいます。で、大切なのは給与所得だけの人、だけの人ってことは、つまり、さっきみたいに、事業所得とか雑所得がある人はあっちに入れればいいんですけど、給与所得のだけの人っていうのは、これ給与じゃないしな、持続化給付金なってことじゃない。そういう人は一時所得っていうのになるはずですということになります。ちなみにですよ、この、一時所得っていうのを参考までどうやって出すかっていうと、もらった金額から50万円をもう黙って控除できます。
でそこに2分の1つまり半分にした金額が所得になるってことです。だからまあ給与所得っていうのがあるんですけど、年末調整だけの方はそれはちょっとあんま分かんないかもしれないですけど、給与所得っていうのが実はあるんですよ。でそこに今回一時所得っていうのを足す。だから例えばですよ、例えばですよ、もらった金額が持続化給付金の100万円だったとするじゃないですか。ちなみに給与所得の方は基本的に文化庁の補助金は多分もらってないと思うので、まあ、もしもらってる人がいたらそれも足しますけれども、その100万円もらってるとしたら100万円から50万円をこれもうこういう決まりなんで引きます。100から50引くと100から50引くと50万円ですよね。そこにさらに2分の1かけますので25万円になります。この25万円が所得ってことになって、給与所得の金額と一時所得の25万円を足したところに税金がかかってくるってことになります。 OK ですかね。はい、どれぐらいかかるんですかっていうふうに心配なお嬢さんもいらっしゃると思いますが、それはあなたの給与所得の金額によって税率が変わってくるので、 5% の人もいれば 10% の人もいれば 20% の人もいるので、それは人それぞれなんですけども、ご自身の税率がまあここにほぼほぼさっきの人だったら25万円にかかってくるんだなっていうふうに思ってくださいね。まあそんな感じになっております。 OK でしょうかね。はい。で、まあ、補助金とか給付金には税金がかかるっていうのを聞いて、まあね、結構慌ててね、ビビってる方多いと思うんですけれども、でも、まだビビるのは早いです。ちょっとこれ聞いて。事業所得とか雑所得の人っていうのは、経費との兼ね合いで税金が決まってくるわけですよね。収入から経費を引いて所得、ここに税金がかかってくるわけじゃないですか。なので、気持ちはわかるんですけれども、でも、経費が今年2020年1月から12月までいくらぐらいかかったのかって、ここを自分の中でざっくりとね、考えてみて、それで中には、あ、そうでもないなって方もいらっしゃると思うんです。ね、まあ、基本的には残念なことに、今年収入が基本的には音楽の収入落ちてると思うんです。だからそこに持続化給付金もらってるんで、経費とかの兼ね合いを見てみたら、実は思ってたよりも増えないって方もいらっしゃると思うんで、この経費との兼ね合い、所得を決めるのは収入と経費の兼ね合いなんで、ここをよーく落ち着いて考えて、ある程度見てから対処してみましょう。それからでも遅くないと思う。それでもし税金がうわーっていう風になるんだったら、また一緒に考えていきましょう。はい。今日のお話はここまでになりますね。はい。というわけで、今回、まあ、ちょっと良かったんじゃないのって思う方は、これ、チャンネル登録とかしていただけると、すごく嬉しいですし、この下にね、高評価っていうのがあると思いますので、今度は、グーッと押していただけると、非常に嬉しいでございます。はい。よろしくお願いいたします。というわけで、またね、他の動画でお会いしましょう。